はい、皆さんカミソリシュートの平松を知ってますかなんて、まあカミソリシュートで、私はまあ本当に勝たせてもらったんですけども、いろいろ球種ありますよね。もちろんストレート、それから変化球、カーブ、スライダー、今チェンジアップだとか、それからまあ私のシュートとか、この中で何か自分がもう一番得意とする変化球、もうストレートは絶対投げなきゃいけないんだけども、自分が一番得意とする例えばカーブでもいい、スライダーでもいい、あるいはチェンジアップでもいい、あるいはまあフォークでもいい、もうこれに関しては私がもう一番だというようなボールを必ず是が非でも持ってもらいたいのね。なぜかと言いますと、そうしますとそのどのボールも平均点が例えば70であっても、一ついいボールがあるとそれがもう80点90点になるわけで、まあ、私の場合はカミソリシュートが良かったもんですから、そのカーブだとかストレートがそんなに良くなくてもその点数がものすごく上がったわけですね。で全体的になかなかまあ打てないピッチャーということなんで、ぜひみんな球種をこれから覚えるでしょうけども、僕はこれなんだというものを何か掴んでもらいたいですね。そして、まあこれからどんどんピッチャーとしてボールを投げていって、上手くなっていくんだけども、ぜひやってもらいたいことはですね、遠投、遠くへ投げる、この遠くへ投げることがピッチャーの大の基本。なぜかというと腕がしなってこないと速いボールが投げられませんから、このしなりを覚えるためには遠投をですね、遠投力というそのものを作ってほしいんですね。ですからキャッチボールをやり始めたら最後には遠投、もうできましたら大きくなって高校生ぐらいだったら100メートルぐらい投げられるような、そのぐらい遠投力を持つと当然ボールも速くなってきますし、速いということは武器になりますからね、いいピッチャーになりますから、ぜひ遠投だけは毎日続けてください。